みんなの気になる情報ナビゲート。今回のテーマはこちら。一人かと思いきや実は二人組だと知って驚く漫画家のペンネーム。漫画家さんのペンネームといえば、普通の名前からいかにもペンネームらしい名前まで様々ありますが、中には個人名のようなペンネームでも二人組のユニットとして活動している場合も。そこで今回はそんな一人かと思いきや実は二人組だと知って驚く漫画家さんのペンネームをご紹介させていただきます。今回まずはじめにご紹介する漫画家さんは上北双子先生。上北双子先生は上北美奈さんと上北美沙さん、実の姉妹で本当の双子からなる漫画家コンビで、漫画家を経てタツノコプロの演出家となった笹川博史さんに2人で師事し、タツノコプロ作品のキャラクターデザインなどアニメーターとしての仕事をした後に漫画家へ転身すると、上北沢双子、上北姉妹などのペンネームで作品を執筆していき、1989年上北双子名義で書いた作品が赤塚賞に準入選し、同年に同作が週刊少年ジャンプの増刊号に掲載され、晴れて漫画家デビューを果たしました。そしてその後もアニメ関係の仕事も続けながら、漫画家としての名義を上北双子に変え、2003年にはハクション大魔王のあくびちゃんを主人公としたスピンオフアニメの漫画版呼ばれて飛び出てあくびちゃんの作画を担当する形で仲良しで連載がスタートし、またその翌年2004年に同じく仲良しで連載が始まった二人はプリキュアの漫画版の作画を担当することになると、仲良しらしい可愛さあふれる作風でプリキュア同士の友情が描かれる内容が人気を獲得しました。新陳代謝を意識してスタッフの入れ替えをよく行う東映アニメーションとの関わりの中では珍しく、それ以降も現在までプリキュアシリーズの漫画を担当しており、上北双子先生の一番の代表作として知られています。続いてご紹介する漫画家さんはゆでたまご先生。ゆでたまご先生は原作を担当する島田隆さんと作画を担当する中井義則さんからなる合同ペンネームで、小学生の頃に出会い、ある時島田さんの描いた筋肉マンを見た中井さんがそれを気に入って意気投合。そして中学生になった2人は藤子不二雄 A 先生の漫画道を読み、本格的に漫画の合作を開始したそうです。そして就職で漫画が描けなくなるという理由から、高校卒業までに漫画家になるという目標を掲げ、当時お互いに父方の名字だった2人の本名を合わせた元山隆義名義で漫画投稿に明け暮れていきました。そんな日々を過ごす中、16歳の時に投稿した作品が赤塚賞と手塚賞ともに選外になるも、その作品を機に担当編集者がつくことになり、その翌年1978年、その後の代表作ともなるプロレス漫画筋肉マンで赤塚賞準入選を果たし、これが週刊少年ジャンプに掲載され、高校在学中に見事漫画家デビューを飾りました。そしてこの頃からペンネームを現在のゆで卵名義に変更。ちなみにこのペンネームの由来は、どんなペンネームが良いかを考えていた時、島田さんの包皮がゆで卵のような匂いだったことから決まったそうです。そうして夢を叶えた2人はその後、筋肉マンの絶大なるヒットによって人気漫画家の仲間入りを果たし、筋肉マンの連載終了後、しばらくヒット作に恵まれない冬の時代に突入しますが、その後再びリバイバル漫画ブームの先駆けとして筋肉マンシリーズの続編筋肉マン2世を連載したことで2度目のヒットを経験し、その連載終了と同時に本家の筋肉マンが再開され、長寿漫画として現在も作品が続いています。続いてご紹介する漫画家さんは室山真由美先生。室山真由美先生は室山真由美さんと室山真理子さん、実の姉妹からなる漫画家コンビで、中学生の頃から共に漫画を描き始め、雑誌の漫画賞に投稿した作品が何度か受賞した後、妹の真理子さんの高校卒業とともに上京すると、姉の真由美さんが OL 家業をこなしながら2人で漫画家デビューを目指し、上京から1年後の1976年、姉妹共同名義の室山真由美として別冊少女コミックで漫画家デビューを果たしました。そしてその後いくつかの読み切り作品の発表を経て、もともとは少女漫画家も
しくはホラー漫画家を志望していたものの、デビュー後に編集部からの要望でギャグ漫画を手掛けることとなり、1977年に初の連載作品としてギャグ漫画ハッピータンポポがスタート。さらにその翌年1978年からはおてんばな女の子浜野あさりの騒がしい日常を描いたギャグ漫画あさりちゃんの連載が始まるとヒットしたため、以降もギャグ漫画家として活動していくことになりました。ちなみに代表作となったあさりちゃんは2014年まで実に36年にもわたって連載され、女性2人組による1コミックシリーズ最多作品としてギネス世界記録に認定されています。そんな室山真由美先生のペンネームはデビュー前には姉妹を合わせた名前由美真理子にしようと考えていたそうなのですが、当時の担当編集者がペンネームを嫌っていたことから、勝手に姉の本名室山真由美名義で作品が発表されてしまい、ペンネームは変更できないと思い込んでいた姉妹は途方に暮れ、不本意ながらこの名義を使い続けることに。それから変更できるとわかるも、やがて二人ともどうでもよくなったため、変更しないまま現在に至っているそうです。今回最後にご紹介する漫画家さんは、藤子不二雄先生。藤子不二雄先生は、藤子 F 不二雄先生こと藤本博さんと、藤子不二雄 A 先生こと阿比古元さんからなる漫画家コンビで、小学生の頃に出会った二人が、中学生の頃に読んだ手塚治虫先生の作品に衝撃を受けて、共に漫画家を目指すようになり、はじめはそれぞれで漫画を投稿していましたが、次第に合作に切り替えてコンビでの活動を開始。そして1951年、毎日小学生新聞に送った営業の手紙を機に、4コマ漫画が掲載され、事実上の漫画家デビューを果たすと、改めて二人でやる方が力になるだろうと考え、本格的に合作していくことを決意し、憧れの手塚治虫先生にあやかったペンネーム、足塚不二雄を名乗るようになりました。そして1954年に書いた読み切り作品から藤子不二雄名義に変更し、手塚治虫先生が時は荘を出たタイミングで、藤子不二雄の二人がその部屋に入居すると、そこから仕事が急増していき、1964年にお化けの Q 太郎が大ヒット、藤子不二雄先生の代表作となりました。またこれに続いてパーマンや忍者ハットリくん、怪物くんなどのヒット作を連発していきますが、徐々に2人の各漫画の作風が変化し、それぞれの作品の読者層が乖離。それからも長らく藤子不二雄名義で活動するも、内情はそれぞれ単独作品に専念するようになっていき、1987年、話し合いの上でお互いの活動ペースを配慮し、コンビ解消の意思を表明。以後二人は、藤子 F 不二雄、藤子不二雄 A としてそれぞれの道を歩み、漫画家活動を全うしました。今回は、一人かと思いきや、実は二人組だと知って驚く漫画家のペンネーム、ということでご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか？当チャンネルでは他にも、様々な動画を投稿していますので、ぜひご覧ください。ということでここまでのナビゲーター、さくらまいでした。